ウォーフロントはアメリカ合衆国で生産、調教された競争馬、シュ馬。現役時代は GI 未勝利であったが、種ボ馬として大きな成功を収め、断時具晩年の傑作と呼ばれるまでに至った。各競争の出展については競争成績の節を参照。2004年の年末に、リチャードミグリオーレを安城にデビューするが7着に完敗。2歳児は、 この一戦だけで、年明け1月に、もう一走するが、こちらも3着に敗北。3戦目は、夏の終わりの8月31日。騎手を、ホセ・サントスに変えて出走し、11馬審査をつけての、初勝利を挙げた。その後、一般競争、を、リステッド王に連勝して、ディスカバリーハンデキャップに挑戦するも6着。3歳シーズンは6戦3勝で終わる。4歳。 シーズン年明けから、ミスター・プロスペクター・ハンデキャップ、デピューティ・ミニスター・ハンデキャップに出走。一番人気に応えて逃げ切り勝ちを収める。勢いに乗って、フォアゴーステークス・ボスバーグステークスと続けて、G1 に挑戦するもここでも2回連続の2着に、終わる。そして、ブリーダーズ・カップ・スプリントに挑むも勝った、ソーズ・エコーから7場審査をつけられての6着に完敗。 これで現役を引退し、クレーボーンファームにて種子売りすることとなった。初年度の種付け量は12,500ドル。現役時代は、勝ちきれない馬という印象が強く、馬体も小さかったことから、種子売り当初の評価は高くなかった。初年度こそ75頭の産区が生まれたが、3年後には41頭にまで減少。2016年には、 三区の活躍で20万ドルにまで高騰する種付け量も当時は1万ドルまで下げても後輩場を見つけることが難しかった。2010年より三区がデビューすると初年度三区の中からサマーソワレが2011年のデルマーオークスに勝利して G1 初勝利。初年度三区から3頭の G1 馬が誕生。さらに2年目三区のデクラレーションオブオーが AG1 を2勝する活躍で、ヨーロッパでもその価値が認められた。その後も多数の G1 馬を排出し、当初の12,500ドルの20倍となる25万ドルで強用されている。後継守護馬としては、ザ・ファクターが2016年から、デクラレーション・オブ・オウが2017年から3区がデビューしており、両馬とも1年目から G1 馬を送り出し、まずは順調なスタートを切っている。 主な3区パート一国の G1 馬のみ、母スターリードリーマーはアメリカで31戦6勝。勝ちこそないものの G1 時代のガゼルステークスでの2着を、筆頭にグレードレースで6度の2着がある活躍馬。ハン・アニークリージーアスティック、ハン・イモートチームメイトもそれぞれグレードレースで2勝、している。ボフ、ルビアノは、現役時代 G13 勝の活躍馬で、 タネボバとしては数頭のグループレースカチューマを出して、そこそこの成功を収めた。代表3区は、ベフューチュリティステークス勝ちのバーニングローマ。ありがとうございます。